はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は知らないと後悔するかも法人化について解説していきます。よくわからないで周りに勧められた法人化してしまった、こんなことなら個人事業でよかったっていうようなパターンにならないようにしっかり動画で勉強していきましょう。私はオンラインサロンの上 Twitter、TikTok、Instagram もやっておりますので、ぜひ合わせてチェックの方お願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは知らないと後悔する法人化について解説していきます。本日の内容です。まず最初、法人化とは法人って一体どういうものかについて簡単に解説します。そして次に法人化のメリットとデメリット、これをきちんと比較しましょう。そして法人化のベストなタイミングって一体いつ、これはすごく質問の多い項目ですので、そちらの方も解説していきます。そして最後、後悔することがあるので注意、この後悔するポイントを税理士が解説します。そして最後にアドバイス、このような流れでいきます。まず最初は法人化についてです。個人事業主、今ね、皆さん個人事業主、またフリーランス、まあ、自営業という風なスタイルで仕事してる方いると思うんですけど、法人化するということは法人になる、法人を設立するということです。これ専門用語で、個人事業主から法人になることを法人なりという場合もありますので、このワード法人化、法人なりというのは覚えておいて損はないと思います。じゃあどういった風な手続きで進んでいくかって言いますと、個人事業を始めるときに開業届を出してるかと思いますので、この個人を辞めて法人を設立するっていう場合には、廃業届を出して法人設立の手続きをします。そして税金の方なんですけど、今までね、所得税、事業をしているも税金を所得税で払ってたと思うんですけど、法人を設立すると今度は名前、税金が変わりまして、法人税というものを納めることになります。そしてこの所得税と法人税というのは、また法人の税法のルールが変わるってことになりますので、こちらの方ね、気をつけておかないといけないポイントです。税金は所得税から法人税に変わるということを覚えておいてください。ポイントを次紹介します。法人というものは別人格であるということを覚えておいてください。要は会社と自分、社長でもあるんですけど、会社と自分っていうのは完全に切り離して考える、分離するっていうふうに覚えておいてください。会社っていうのは自分が経営してて自分のものであるように感じる方いらっしゃるんですけど、別のもの、別人格だっていうことを頭に念頭に置いてビジネスはしていかなければいけなくなります。そしてこちらがね、本日のね、動画のメインなんですけど、よく知らないの法人化にしてしまって後悔する場合もあります。ですので、きちんとメリットデメリットを把握して、自分にはどっちが向いているのか、例えばこう税金が安くなると聞いたからね、やったっていう後悔することもありますので、しっかり税金について知ってシミュレーションをしてみてするということが大事なんです。それではメリットとデメリットについて紹介していきます。メリットとデメリットについてです。要はこれがね、一番皆さん多く惹かれる点、メリットなんではないでしょうか。節税できる場合があるっていうことです。どういうかと言いますと、所得税というのは税率がどん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 上がっていくんですね。 5% 10% というように。法人税というのは一律なんです、税率が。ですので、この所得税の税率と法人税の税率を比較したときに、法人税と所得税を比較すると、法人税の方が安くなる、ひっくり返るタイミングっていうのがあるんです。最初はもちろんね、利益が少ない場合は所得税の方がお得になるんですけど、所得を稼げば稼いでいくって、まあ、もしくは利益が上がっていくと、法人税の方が安くなるタイミング、ひっくり返る瞬間があるんですね。なので皆さん、法人化する節税ができる、もしくは税金が安くなるという風な噂が出回っているっていうことです。税率については次のスライドで紹介します。そして2つ目のメリットは信用力が増すです。やはりね、これが大きいです。法人化にするっていうことは個人事業主に比べて信用力が増します。どういうことかと言いますと、取引先から信用が上がったり、または金融機関から信用力が上がるということになります。ということで、要は資金調達がしやすくなるよってことです。これはね、誰が誰でも法人化すればね、資金調達が簡単にできるっていう意味合いではなくて、自営業、フリーランスに比較したら信用力が増すので、資金調達もしやすくなりますし、例えばね、借り入れの金額が自営業と比較すると、法人の方で借り入れ申請した方が金額がね、ちょっとね、上がるというようなケースも実際にあります。全員が全員 100% ではないんですので、ここは注意してください。まあ、基本的に世の中、世間ではやはり法人の方が自営業に比較すると信用力が高いということです。ちょっと話ずれるんですけど、世間の評価はやはり世の中は1位公務員、2位会社員、3位が法人、4位が自営業フリーランスというような信用力の並びになっております。こういうのはね、やはり住宅ローンを組むときとか、あとカードを作るときとかに体験することになるかと思います。さあ次に進みましょう。自分の給与を役員報酬にして経費にすることができます。これがね、節税につながるということで法人化する方もいます。今までね、自営業だとオーナーの給料というのは経費にできない、ならなかったんですけど、
役員報酬というのを出すことで自分の給料、まあ、役員報酬が経費になるということです。そして次の4つ目のメリット、決算日が選べるということですね。決算日が選べるというのはどういうことかと言いますと、個人事業の場合だと12月31日締めっていうのが決まっています。これはどの自営業の方も漏れなく12月の31日に締めて3月の15日までに確定申告をするっていうセオリーなんですけど、法人の場合は決算日が選べます。まあ、決算月が選べるということですね。7月末で締めるのも OK、 9月末にしても構いません。じゃあ次にね、先ほど言った1点目のメリット、この所得税と法人税の税率について見ていきましょう。はい、こちらですね、所得税の表になります。これ所得税というのは基本的に売上から経費を引いた金額、利益に対してかかってくるんですけど、まあ、利益に対してね、さらにこの控除額というものもあるんですけど、ここの所得金額が上がれば上がるほど税率が高くなってくるんですね。 5%、10%、20% ということで最大 45% まで所得税というのは上がります。もちろんね、この 20% から 23% になったからいきなりね1000円出たからガンと上がるわけではなくて、この控除額というのを使ってなだらかに上がるようになっています。所得税の税率はこのように上がっていくわけです。じゃあ一方、法人税の税率がどうなっているかと言いますと、普通法人の場合で今回は見ます。普通法人で資本金が1億円以下の法人で今回考えます。そして年800万円以下、利益が年800万円以下のところは 15% で一律なんですね。で、そこの800万円を超えた部分は 23%、23.20% っていう風になっています。ですので、所得税のように階段方式に上がっていかなくて一律になるので、所得税のこのタイミングですよね。例えばね、年800万以下で 15% っていう方は、要は所得税のここだけを見比べると 15% よりもこの段階になるともう 20% で所得税の方が高くなるわけです。もちろんね、法人税だけではありませんので、この他にもね、いろいろ払うものがあるので、このパーセンテージだけで比較するっていうのは危険なんですけども、それまた後々紹介したいと思います。とにかく所得税はこのように上がっていきますし、法人税は一律だっていうことをここでまず一つ押さえてください。次に法人化のデメリットの方について見ていきたいと思います。法人化のデメリットは一体何があるかと言いますと、こちらです。順番に紹介していきますね。手続きに費用と手間がかかることです。まず法人の設立にお金がかかります。自営業の場合、開業届出した時って何かお金払いましたか？書類出しただけで無料でしたよね。法人はそういうわけにはいきません。法人の設立に225万円程度、25から30万円程度かかるというふうに思ってください。これね、自分で登記すれば抑えれるんですけど、例えば司法書士に頼んで法人の設立を依頼したりすると、ここの料金が変わってきますので、それによってね前後すると思ってください。先ほど言ったように登記費用がかかります。登記費用というのはこの資料に頼む分だけじゃなくて、登記の費用、印紙代というふうに払わないといけないものがあるんですね。設立にあたってその登記費用がかかること、また確定申告、今までね自営業だと自分でやっていたっていう方いると思うんですけども、やはり法人の決算っていうのはなかなか素人には手強い難しい内容となっておりますので、まあ、税理士のね費用、雇う費用がかかるっていうふうに思っておいた方がいいかと思います。そしてこちら、経理と事務の負担が大きくなります。税理士に丸投げすればここはね負担がねそんなに感じることはないと思うんですけど、やはり自分でやろうと思うとある程度ねやっぱり経理も複雑になりますし煩雑になります。あとね事務の負担がいろいろと増えるんですね。出す書類も多くなりますし、自分のね役員報酬の手続きっていうものだけでももうすでに個人事業とは違って事務の負担などなどが大きくなってきてしまいます。まあ、誰かにね頼んでしまえばこのデメリットは払拭されるのかなというふうに思いますけど、やはり法人化のデメリットとして挙げておきます。デメリットね2つ、メリットになることにもなるんですけど、デメリットとして今回挙げました。社会保険に加入しなければいけません。要は社長1人でも社会保険には加入します。この加入なので事務の負担が大きくなるということもあります。自営業の場合だと5人未満なら社会保険は入らなくても大丈夫なんです。スタッフ社員が5人未満だったら OK、 社会保険に入らなくていいんですけど、法人はそういうわけにはいけません。社長1人でも加入することになります。そして3つ目、これ注意点なんですけど、法人は赤字でも税金がかかります。均等割と言って約7万円ほど年間払わないといけないことになります。これね自営の場合に赤字が出た場合ってゼロですよね。でマイナス分引き継げる、それはね法人も引き継げるんですけど、赤字でも法人の場合は約7万円ほど年間税金が払うし発生するというふうに思っておいてください。なのでね、法人立ち上げた時はね調子が良くて法人税の方が安くなったんですけど、まあ、先のことはね未来のことってわからないですよね。そうなった時に逆に最初はね法人税の方が安かったのが、この売上が下がったもしくは赤字が出た時には自営業、まあ、所得税の方が安かったよねっていう話になるケースがあるっていうことです。そして税務調査のリスクがもちろん上がります。これはね絶対法人になったら 100% 入るってわけじゃないんですけど、やはり自営業、個人事業主に比べると税務調査に入る確率は上がる、まあ、リスクは上がるというふうに頭に入れておいてください。以上がね法人化のデメリット
リットだと思います。まずね、この法人化のメリットとデメリットをしっかりポイントを押さえることが重要です。それでは法人化の次はタイミング、いつになったら法人化にすればいいの、これ質問がすごく多い項目なんですけど、そちらの方についてポイントで解説していきます。法人化のじゃあタイミングについて、これね、いつすればいいのかな、いくらぐらい儲かったら法人化すればいいの、税金がね、法人税の方が安くなるのっていう話をよく聞くんですけど、ポイントの一つとして、売上ではなく利益、所得で考えてください。売上ではないです。利益、所得っていうのは売上から経費を引いた金額で考えるっていうことです。次、検討する目安について紹介します。これね、税理士によっても違います。人によって多少前後するんですけど、まあ多いというかね、私も個人的に思っている目安としては、やはり年間600万円前後残るようになってきたら、法人化そろそろどうしようかなっていうふうに考えるタイミングだと思います。まあ、いきなりね、600残ったらやろうって話ではありませんので、気をつけてください。検討をする目安です。で、いざね、法人じゃあやろうと思って次の日に立ち上げれるものじゃありませんので、法人化するには多少時間がかかるので、検討する目安が年間600万円前後の頃になったら、そろそろどういうふうな方法かね、どうやってやればいいのかっていう具体的な方法を調べ始めるといいですよっていう目安になります。例えばね、その後もどんどん上がりそう、年間600万円残ったんだけど、次はもう800万、いやもう1000万2000万っていうふうに、もうその後もどんどん利益が上がりそうだってなったら、早めに法人化に踏み切った方がいいかなと思います。でもその後もどんどん上がりそうっていうのは予測であって、将来売上がどうなるかなんていうのは誰にもわからないことです。今ねあるようにね、コロナによってね、思っていたのと違ったっていうふうにね、もしかしたら法人化したタイミング間違えたなって言って今後悔してらっしゃる方もいるかもしれませんし、結局売上っていうのは予測であって、ビジネスっていうのは何があるかわからないので、まあ、予測で行くしかないんですけど、そのあたりもね、きちんと考慮して法人化するかどうか、後悔しないためにしっかり考えて、しっかり調べて、準備をしてスタートしてほしいなと思っております。じゃあね、どういったことが最初から法人パターンでスタートしてるの、周りにいますよね。やはり最初から法人でスタートしたとかね、もうね、代表取締役として活躍しているっていうような方いると思うんですけど、最初から法人のパターンっていうのを紹介していきたいと思います。まず一つ目、もう規模が最初から大きいってことですね。要はね、ビジネスするにあって、もう上場を目指しているようなビジネスパターンの方がね、個人事業からやるっていうのはおかしなミスマッチですよね。なので、もう規模から最初から大きい、上場を目指すようなとか、もしくは多店舗展開はもう考えてらっしゃるか、どんどん店舗を増やしていこうみたいな方は、最初から法人パターンで行く方がいます。そして二つ目、これ意外と多いんですけど、取引先が法人でないと契約をしませんって言われる場合があります。取引先の規模が大きくて、例えば上場会社ですと、取引仕事を依頼したいあなたにとお願いした時に、うちは法人とじゃないと契約ができないっていう決まりなんですって言われた場合は、もう最初から法人パターンで行くしかないですよね。これ意外と多くって、自分は本当は個人事業、自営業でスタートしたかったんだけど、まあ、取引先がそういうルールだから合わせて法人化したっていうふうに、最初から法人化するっていうパターン2つ目になります。そして3つ目です。これはもうね、個人的な見解になるんですけども、代表取締役として最初からやるって決意していたっていう方ですね。まあね、社長になりたいとか、やっぱ代表取締役っていうのかっこいいっていう憧れがあるとか、ビジネスするなら法人がするって言って、最初からもう心に決めていた、もう税金がどうであろうと、安かろうが高かろうが法人で行くっていうふうに決めていた方が、この 1,2,3 のパターンが大体最初から法人化するっていうパターンが多いというふうに思います。ですのでね、この今 1,2,3のパターンの方は最初から法人で行くっていうような方が多いですし、中にはね、個人事業で始めて大きくなったら法人化しようというふうに考えてスタートされる方もいますし、いや法人化はね考えてなくて、ずっとね自営業、個人事業主で行こうっていう方もいますので、どの方法が正しい間違ってるじゃなくて、自分に合った方法、自分のね思うスタイルでチョイスをしていけばいいかなと思います。でもね、これも知っていないとね、どういう人が最初から法人パターンするんですかとか、このいつね法人化にしたらいいんですかって考える目安っていうのを知っておくのと、知らないとのでは選ぶ選択肢が広がりますので、今回の動画でしっかりと押さえておきましょう。では次にね、どうして知らなかったらね後悔するかも、そのね後悔するポイントについて見ていきたいと思います。はい、じゃあ知らないと後悔するポイント、お待たせしました、紹介していきたいと思います。これ意外とね、皆さんね、法人税の方が安い、節税になるからって頭から抜けてる方がいらっしゃるんですけど、実際には役員報酬をもらうので、所得税と法人税の両方を払うことになります。法人税自体は安くなって節税につながったとしても、要は役員報酬に所得税がかかるので、結果法人化したら所得税と法人税両方合わせたら、あれ？なんかあんまり変わらなかったとか、逆にいや
もしかしたら所得税1本の方が良かったのかもしれないっていう方が出てくるケースがあります。これどうしてケースがあるかと言いますと、役員報酬って人それぞれ違うんですよ。自分の場合じゃあ役員報酬いくらにしますかっていうのを法人設立する前に決めないといけないんですけど、これ人それぞれ月額いくら必要って変わりません？生活費自体も違いますし、お金の使い方も違うと思うんです。で、例えばですけど20代独身だったら月20万あれば十分生活できるっていう人もいると思います。そうすると年240万円が、まあ、収入になるわけですよね。でも40代で家族がいて、まあ、これねお子さんの数によっても変わってくると思うんです。住宅ローンもあって払っていかなければいけない、月20万円じゃ絶対足らないっていうなりますよね。なので人によって違うというふうにこうなるわけです。例えば40代で家族がいて住宅ローンも返さないといけないという方は月50万円ぐらい役員報酬もらわないと生活ができないっていうふうになるんです。そうすると年600万円に対して所得税がかかってくることになります。なので240万円にかかってくる所得税と年600万円でかかってくる所得税と法人税を合わせた時に、じゃあどっちが得なのかっていうふうなことを知らないと後悔するパターンがあるんですね。じゃあ役員報酬安くすればいいじゃないって言うんですけど、さっき最初に言ったように法人と自分っていうのは切り離さないといけないですよって言ったと思うんです。会社のお金は自分のお金ではないので、その個人事業の時にみたいになんかちょっと足らないから持ってこようっていうことが基本的にできないんです。この役員報酬で自分の生活家族を養っていかなければいけないというルールなんですね。でもう一つのポイントなんですけど、このね役員報酬を上げれば所得税も上がりますし、もちろんそれに伴って社会保険料というものも上がってきます。そうなるとね、なんか上げた方が得なのか、いやでも下げた方が得なのかで下げてしまってやっていければいいんですけど、そのあたりを考えないといけないっていうのがこの後悔する一つ最大のポイントです。じゃあ役員報酬ね、ちょっと30万円ぐらいでしておいて足らないから来月40万円にすればいいじゃないっていうかと思うんですけど、ルールがあってそれはできないことになっています。役員報酬を変えるタイミングっては年1回決算時のみにだけ変更ができるっていうルールなんですね。1年の間に何回も上げたり下げたりされたら、それがね節税というより脱税の方になってしまいます。そこで税金をねコントロールできることになってしまいますので、役員報酬というのはちょっと厳格なルールがありまして、決算の時のみ変更することができるわけです。だから1回上げたらしばらくは戻せませんし、1回下げたら、すぐにはね戻すことがちょっと足らないなといって戻すことができないということです。もう一度ね先ほどの紹介した所得税のね表とね法人税の表を見てればわかると思います。ここでね月に240万円の人とね年600万円の人というふうにね2パターンちょっと頭に入れておいてくださいね。で比較すると、所得税でいくとね、先ほど40代で家族ありの方だと年600万ぐらい、あの控除額とかねいろいろ人によって違いますので、医療費控除があるとか住宅ローン控除があるかによってあの金額が変わってくるんですけど、まあ年収600万円くらいの方だとかな、ここに入るのかな、まあ 20% ぐらいの税率だとします。じゃあ所得税は 20% かかると、で、法人税もかかると、まあ、ここ法人税がいくらぐらいになるかちょっとわからないんですけど 15% だとしても、まあ、35% かかるってことですね、合わせたら。で法人税というのはここの 15% だけじゃなくて、法人税の住民税、法人税以外にも法人を立ち上げて稼いでいるビジネスをしているということで他の税金もかかってくるんですね、まあ、これは自営業も一緒ですね、所得税もかかって住民税もかかって事業税もかかってみたいなのあるんですけど、同じように法人税もそのようになっております。でだいたい法人税というのは合わせると、そういうもろもろ合わせるとざっくり 30% ぐらい税金かかるというふうに言われてるんですね。じゃあここの 30% とここの 20% を合わせたら税率が、あれなんか法人化した時と個人事業としてた時ってあんまり変わらない、もしくは逆に高くなるかもっていうパターンが出てくるわけです。でそのパターンが何で決まるかっていうと、先ほど紹介したこの役員報酬が結構大きく関与して関わってくるわけです。なので法人化する場合は役員報酬が自分がいくら必要かっていうのも考えて、トータルバランスでシミュレーション税率を計算しなければならないので、法人化のタイミングっていうのはなかなかこう判断、自分でね判断するのが難しいポイントでもあります。なので600万円前後残るようになったら目安にしましょうねとは言っているんですけど、意見がね言う人によって違ったりっていうのはするのは、そこがポイントになってるからです。もちろんね法人化することで税金が下がるという方もたくさんいらっしゃいますので、絶対にそう後悔するかとかね、絶対法人税の方が損だっていうわけではありません。なので今回動画で言いたいことは、メリットとデメリットをしっかり調べてシミュレーションをしてくださいねっていうことです。はい、それではまとめになります。絶対法人化すれば得っていうわけではないということが一つのポイントです。よく調べてメリットデメリットを比較して、自分がどっちがいいのか、どういうふうな方にね自分のスタイルが向いてるかっていうのを必ず確認してから法人化するようにしてください。でこっちです。どっちがね自分にしっくり一体くるのか、メリットデメリットも人によってメリットと見える点とデメリットと捉える点って違うと思うんですよ。なのでね、自分の働き方にしっかりくる、自分の価値観にしっかりくる方をしっかり調べて選んでいって、法人化する方は法人化していただければと思います。中にはねいらっしゃるんですよ。やっぱり手間とコストを考えて
確かに法人化した方が税金は安くなるんですけど、私はこのまま個人事業主のままでいこうと思います、多少高くてもいいですっていう価値観の方も中にはいます。でも中にはやはり法人化にしたいとか憧れがあるっていうとかね、あとね、稼ぐようになってくる、もうどんどん利益が上がっていく、もう法人化にしようっていう方もいるっていうことです。だから要は人それぞれってことですね。で最後、ここ重要ポイントなんですけど、税金面だけで決めないっていうのは大事なポイントです。シミュレーションして、例えば法人税の方が安くなった、結果として法人税の方が安くてやっぱり法人化してよかったかってなるかと言いますと、その税金のことだけで大事なね、ビジネスのタイミング、法人化っていうものを決めるっていうのは危ないかなというふうに個人的に考えています。要は他にも要素があると思うんですよ。また挑戦するタイミングが来たり、大きな取引先との仕事のね、組むチャンスが来たり、そういうことでビジネスって次の段階、次のステップっていうふうにだんだんとね、レベルを上げていくものだと本来思うんです。税金が安くなるからそれだけで法人化にするっていうのは、それを第一目的にしてしまうと危ないかなというふうに思います。こうタイミング的にビジネスをね、大きくしてくるタイミングも来て、そして、あ、税金も安くなる、節税ができるんだったら法人化しようっていう風な方法がベストかと思います。しっかりとね、勉強して皆さん後悔のないようにしてください。またね、今後動画でね、マイクロ法人っていうね、個人事業と小さな会社を持つっていう二刀流の方法もね、動画で紹介していけたらいいなと思ってますので、ぜひそちらの方ね、動画作成しまして、また投稿しますので、チェックの方よろしくお願いします。はい、それではぜひ動画ね、見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。他に私はインスタグラム、ツイッター、TikTokもしてます。 TikTok はフォロワー5万人以上いますので、ぜひそちらの方、概要欄から飛べるようになってますので、チェックの方よろしくお願いします。また高評価ボタン、グッドボタン、感想やコメントいただけると大変励みになるので、どんどんよろしくお願いします。私はオンラインサロンを運営しています。税理士川南の会議室ということで、完全会員制の月額制になってます。メンバーになるとメリット1つ目は、質問や相談がいつもオンライン上ですることができるようになります。そして定期的に Zoom を開催してます。 Zoom でね、私と他のメンバーさんと情報交換の会、かなりね、面白いZoomの会になることが多々ありますので好評です。そしてあと税理士の裏側を公開しております。ビジネスの仕方、 SNS の集客の仕方、 TikTok、YouTube の裏側、税法、新しい税法情報や時事ネタなど、すべてオンラインサロンのみに投げている情報になりますので、ぜひオンラインサロン気になる方は概要欄 URL 貼ってありますので、チェックしていただいて、ぜひぜひ参加の方お待ちしております。はい、それでは本日の動画も以上になります。皆さんね、しっかり勉強して学んで知識を得て、後悔のないように、まあ、損をしないために、やはりね、経理やビジネスについて学ぶっていうことはとても大事になってますので、引き続きまた動画の方楽しみにしておいてください。本日も最後まで見ていただいた方、いつもありがとうございます。それでは税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。